令和2年12月8日、JAF 会員が選ぶ一押し道の駅グランプリ2020で、道の駅阿蘇が九州沖縄総合1位及び熊本県1位を獲得し、阿蘇市役所で表彰が行われました。これは日本自動車連盟が情報誌と協賛し、2014年から開催しているもので、 九州沖縄の104の道の駅を対象にアンケートを行い、ランキング形式で発表されます。道の駅阿蘇が九州沖縄総合でグランプリを受賞するのは初めてで、総投票数7195票のうち658票を集めました。また、熊本県1位は5回目の受賞で、アンケートでは、景観やグルメ、 復興に関わることなどの理由が多かったとのことです。表彰を受け佐藤義之阿蘇市長は、熊本県で1位、そして九州で1位という名誉ある表彰をいただいたこと、大変ありがたく感謝しています。これからもさらに愛される道の駅として頑張ってまいりますと感謝の言葉を述べました。また、道の駅阿蘇を管理する阿蘇田園空間博物館の 工藤茂之副理事長は、九州で初めての1位ということで、職員一同大変喜んでおります。今後も阿蘇市の復興のために頑張ってまいりますと挨拶しました。